電話占いぴよりチャンネル始まるよ。いや、私たまに年に1回ぐらい冴えちゃう時があるんですよね。年に1回、ね、そのなんか年に1回の、いつなのかが分かんないんですけど何なんですかね、そういうチャンネルの日がたまにあるんですよ。でもいつもじゃないんですよ。何なんでしょうね。もしかしたらですけど、そのなんか日がたまたまですけど、ちょっとこうなんか、星の配置とかがすごくこう玉緒さんの生まれた星の配置に、ちょっといい角度で入ってたりとかするとつながりやすくなる日とか、そういうのがこうあったりとかするので、なんか今日はすごい鋭いな、なんか私なんか勘が鋭いなとか、なんかこうちょっと先が分かっちゃうような感じするなとかっていう日があるかもしれないですね。なんか星の配置のせいなんですかね。あると思いますね。玉緒さん、そのチャンネルの日はどう違うんですか？なんかが見えるんですか？いや、なんか自分でも分かるんですよ。鋭いっていう、今日鋭いみたいな、ご説明ね、できないんだけど、さっきから具体的な話が一つもないんですけどそうなんです。いや、例えばギャンブルとかでいいですか？そういうことか。パチンコとかですか？いや、そういうんじゃない、競馬だったり、競馬とか、競輪だったり、能動的なギャンブル。パチンコは受動的じゃないですか。自分からこう、ピンピンピンっていう、今日私選ぶ。でも買う前から分かるんですよ。今日は当たるだろうなって。本当に当たるんですか？そうなの。そう。でも年に1回ぐらいしかないの。それが続けばいいなと思うんですけど、続かないんですよ、先生。え、待って、それは霊感なんですか？霊感。霊感ですよね、先生。そうです。なんかとある西洋占星術の重鎮の先生が、昔ものすごく駆使されて、やっぱり競馬をすごい頑張ったらしいんですよ。で、めちゃくちゃお金当てたらしくって、すごい。でもそのお金全部泥棒に取られちゃったらしいんですよ。なのでそれ以降こういうものに能力使っちゃいけないなっていうふうに思って封印されたって言ってましたので。玉緒さん、危ないですね。危ないですね。じゃあそういうところには使わない方がいいですかね。あんまり使わない方がいいかもしれないですね。じゃあどこに使ったらいいんでしょうね。例えば自分の今日の体調とか、そういうのに合わせて一番こうなんか自分が元気になれる食べ物ってなんだろうとか、なんかそういうのに使ったりとかするの結構いいのかなと思いますけどね。そうですね。自分のメンテのために。そうですね。使えばいいですね。ギャンブルじゃなくて。なんかでもモノマネする人って憑依体質の人がモノマネされる人が多いんじゃないかなって勝手なイメージがあって。確かに憑依型の先輩いっぱいいらっしゃるんで、たまに本当に乗り移って見える時はありますよね。サラさんは全然。私は。本当にもともとおとなしくて友達とか喋れないタイプだったんで、無理やりやってる感じです。憑依させるとかじゃなくて「こんにちは、綾瀬はるかです」って言い切らないと恥ずかしいじゃないですか。無理してるんです。ネクラなんで。綾瀬さんの誕生秘話を知りたいんですけど、どうやって生まれたんですか？でももともとその「笑っていいとも！」に出た時は顔真似だけだったんですよ。それで似てるって受けたんですけど、モノマネ芸人になったらいざ「え、何喋れないの？」って言われて、先輩にそっくりさんはすぐテレビに出れるから努力しない人が多いって言われて、クソーと思って、そっから喋りを練習してやろうと思いましたね。そこから練習して1週間ぐらいで綾瀬さんはできるようになりました。すごい。もともと素質がある、声が似てたし、綾瀬さん研究していくうちに綾瀬さんすごいボケてる人だ、ね、天然ボケつながりだと思うんですけど、玉緒さん元祖ですよね。元祖じゃないです。違うんですか？元祖天然とかじゃないです。違うんです。じゃあこれは計算でやってるんですか？いや、計算ではないんですけどごめんなさい、たまに毒が出ちゃうんです。たまに毒がね。すみません。ぴよちゃん、先生は初めて占ったとかって覚えてらっしゃいますか？初めては多分今から15年ぐらい前だと思うんですけど、自分の住んでる地元のイベントみたいなところでアクセサリーを売ってたんですよ。でそのアクセサリーを売ってる時に、それだけ買っていただくだけではちょっと寂しかったので、何かメッセージをお伝えしようかなと思ってカードを引いていたのが多分始まりだったと思いますね。ちょっとサービスの一環というか、サービスの一環でした。はい。それが喜んでもらえて、そうなんです。そっちの方がだんだんと今日はやってくれないのとかっていうふうに言われて、あ、じゃあっていうことで本格的にやり始めた感じですけどね。はい。電話占いは初めての時とか緊張とかしなかったですか？いや、もう前日から吐きそうでしたね。はい。すごい緊張しました。だって知らない人がね、電話だけってまたね、顔色もわからないですし、どういう人かもわからないわけですもんね。そうですね。また対面でやるのとは全く違うシチュエーションになってくるので、どうなるのかがわからなくて、もう眠れないし、もう起きてからもずっとこう何していいか分からないような状態ですごい緊張した覚えがありますね。どうやって克服されたんですか？今でも緊張してます。あ、そうなんですか。始まる前は今でも緊張します。そうなんです。そんなもんなんですか。でもそれで15年もやってるってすごいですね。そうですね。気がつけばそれだけになったって感じですね。サーさんどうですか。なんか緊張とかします？モノマネのショー。もちろん緊張するんですけど、それよりも R1 グランプリとかそのお笑いの賞レースの袖でいつも吐きそうになってます、本当に。あとなんかその周りがモノマネ芸人さんばっかりだったら、割となんかお笑いレベルにそんなにあれないんですけどお笑いの人って思うとやっぱちょっとはっってなっちゃいがちというか。で結構お笑い芸人の方でモノマネ芸人が嫌いっていう人が多いから、萎縮しちゃうのもあります、正直。なんでだろう。そういう VS とかはないんですよね。VS とかはないかもしれないですね。まあでもそのやっぱトークで勝てないんで、なんか結構それで逆にもっともっと萎縮してっちゃうみたいなのはありますね。いやでも芸人さんから見ると羨ましいんじゃないですかね。なんかこうモノマネが達者できてそれで笑いを取ってるのが。なんかいいなっていう、まあちょっと手軽感、嫉妬があるんですかね。そうです。そうなんですかね。あとモノマネタレントさんが多い収録の日のなんか駐車場とかはすごい高級車が止まって高いなって思う。なんかすごい稼いでんだなっていう。ごめんなさいね。そういう嫉妬があるんですよ。お金の話か。あいつら営業で稼ぎまくってみたいな嫉妬があるのかな。いや私の妄想なんですけど。いやでも確かに本当に四天王世代の皆さんとかはやっぱ噂ですよ。噂で営業一本なんかうん百万って聞いたことがあるから夢がある。いやすごいですよね。あと、いや私なんてもうペイペイですから。待って。いや本当にあとモノマネ芸人がブワーって増えたんですよこの数年で。でやっぱり仕事をみんな取り合うねことになっちゃいますし自動的に。ね、でも逆に盛り上がっても来てるんですけど、そんなめっちゃ何百万も稼いでる人はもう数人じゃないですか。そうなんですか。はい。そうかな。ケアちゃん。玉緒さんモノマネのご経験があるんですよ。いやなんか番組に若い時に無理やりモノマネできないのに、なんか出てくださいって言われて、あれちょっと絶望的だ。川村隆一さんと結婚しました。どうも四角三角丸山です。